ご飯なんか食べたよ。なんかね、あれなんだっけ、キクラゲメンマ違ったっけ、なんだっけ、なんかそんな感じのやつ食べた。お惣菜なんだっけな、キクラゲメンマじゃなかったっけ。それ美味しいんだよね、きくらげメンマっていう。違ったっけな、多分合ってる、きくらげメンマってやつ。もうそのまんまきくらげとメンマが入ってるやつそれ美味しいんだよね。きくらげメンマいや確かにどっちもね、食感いいよね。ラーメンに普通に味ついてるから、それなんていうの、キクラゲとメンマが入って、なんていうんだろうあれ、分かんない、味ついてる、それとご飯みたいな。ラーメンには入れない。中華じゃないね、あれ別に。何ちゅうたいんだ。いくらはね、昨日食べた。いくらは昨日の夜ご飯、いくら。今日髪ちょっと茶色く見える、気のせいかな、気のせいかな、ピンクの服着てるから。いやあんま関係ないか黒い服着てる方が茶色く見える、気のせいか、まあいっか。茶色は良くない、別にいいでしょいいでしょ別に。もうすぐね、これ終わったら明日また寝るかなと。なんかさ、鏡見てて色落ちした？色落ち、まあでも一週、それで一週間ぐらいか。したのかな、わかんない。エペキはしないかな。いや。ではしない。この前さ、9点のさ、なんだっけ、目代わりだっけで買ったやつがさ、届いててさ、ちょっとずつ
楽しい。あと2個届くんだよな。まだ1個しか届いてない。3つ頼んで1個しか届いてないから、あと2個。お花見行くかな、わかんないや。誘われるわ。自分からは誘わないかも。行ったことない、お花見。そう、3つ頼んで韓国コスメ、あ、そうかな、韓国コスメ。なんかね、ずっと使ってるさ、まつげ美容液があって、開けよう。それがなくなったから頼んだ。いつも1本頼むんだけど、もう2本頼んじゃった今回。ちょっと1本ずつ頼むのめんどくさいなと、2本頼んだ。あれ、綺麗な、いつも使ってるやつ。ん？こっちが。コスのり？わかんない。韓国。まつげ美容液。2本買った。予備。使うの？まつげに塗る。まつげに塗る。まつげ美容液。まつげ美容液。これずっと使ってる。2年ぐらい使ってんのかな。わかんないわ。忘れた。あとね、2つあるんだよね。普通の顔に塗る美容液と、なんか頼んだ、もう1個。それが、それもうちょっとで届くはず。楽しみ。まつげの音じゃなくて、で、まつげをケース、まつげの根元にも塗る？なんていうの？まつげ全体に塗る感じ？まつげこう、美容液塗って伸ばすみたいな感じ？マツパしてるからね、塗ってるんだよね。まつげ傷んじゃうから。失敗してるとさ、そのパーマ剤塗るから、それで傷んじゃうから、美容液使ってる。他にも何か、そう、買ったやつがね、今度届く。あと2つ目がありで買ったかな、美容液と、なんかもう1個。一人で行く？お花見一人で？お花見行く予定ないんだよね、今のところ。行ったことなくって、お花見したことない。お花見、うん、したことないな。楽しそうではあるけど、したことない私。間にお桜を咲く、さすがに咲く、さすがにね。さすがに桜はあるわ。夜桜いいね、確かに。
でも夜桜でさお花見なんてしないよねだってでもお花見ってなんかさすごい明るい時間にさお昼とかの時間になんか自分たちでお弁当を作って持ってきてみたいなイメージがある。え、夜でもするの？暗くない？え？暗くない？ライトあるか。そう、なんかおしゃれだね。お人でしてる人はいないよ。さすが東京。花見ね、分かんない、それか本当にしたことない花見、うん、ないしようってなったことがないますお花見したい場所はどこがあるの、そもそもそれすら分かんない。そのなんかさ、なんか有名なのあるよね、目黒みたいな、違うだっけ、目黒川みたいなと違うだっけなわかんない、もうあんま知らない。ほんと、うん、そうそう、行こうってなったこともないからさ、そんなやってる場所知らないや。でもなんか毎年その目黒のとこかな、なんかそのさ、こうかわいいさ、いちごみたいな飲み物持って桜と一緒に撮った写真みたいな、毎年誰かしらの見るそのメンバー以外でもこう流れてくる写真毎年見る。なんかかわいいいちごのドリンクみたいなやつ持ってる写真毎年見る。行ったことない、でもそこらへんインスタにありがち、確かに行ったことない。目黒川行ったことないな、目黒行ったことないかも。あんま行ったことないとこ、いそう、なんかさ東京のかなんていう有名なとこ、有名な観光地みたいなとこしか行ったことないかもないと。うん、1ヶ月ぐらい咲いててほしい桜確かに。からフィッシュさんが楽しい、フィッシュも楽しいけどね。花見か、いつかはしてみたいけどって感じって感じかな。あ、上野も有名なんだね、全然知らない。桜のなんか有名なところ、人多いとこ、いや人多いとこそんな嫌いではないの、嫌いではないよ。そんな、いや一人は好きだけど人多いとこ、誰かと行くんだったら全然いい一人で人が多いとこはちょっとあれだけど、ちょっと別一人で人が多いとこ行くときはすぐ帰りたくなるけど誰かと行くんだったら全然いいな、他に人がいれば
くじゃん、蚊に刺されたかと思った。こんな時期に腕かゆ、え、蚊に刺された、蚊っている、気のせいか、早い、分かんない、気のせいかも。家のベランダから桜、え、最高じゃん、家でお花見できるじゃん家でお花見できるじゃん、そうベランダでさ家から出ないでお花見できるじゃんいいね、今日だと神奈川で夜桜見れる、あ、そうなんだ、そこ夜桜見れるんだ、知らなかった、小学校に桜あったかな、ちょ覚えてない友達の家の庭に桜咲いてたすごいな、あれだね、じゃあそこの友達のところも家にいながらお花見できるじゃんベランダから見ながら、みーちゃんの夢の花火大会、花火なんだろうね、あの夢は花火上がるやつ、なんだろう、夏大きいお祭りはあるけど花火上がるか分かんない、あの船井パッチン上がるのかな、花火知らない、あんま行ったことないから、花火上がるんだこれあんまね行ったことないんだよね、ちっちゃい頃に何回か行ったことあるぐらいで、いや夏ってさあんまりお祭り行かなくって、だってさ8月とかじゃん、あるのお祭り8月って行けないんだよね、エイトの日とかあったりで、だいたい毎年行けないっていうお祭りそういうお祭りがある期間ってさ長期休みの期間じゃん、だいたいだからね行けないんだよね、だからお祭り行ってないよ、ずっとこうなんかたまたま行ける時もあるけど、浴衣着て、いやー全然私服ない、そんな浴衣ね、暑いんだよね夏あれ暑い、普通暑いし着るの大変だし、いや祭り好きだけど屋台が好きだけど行けないんだよな、大体ね、ちっちゃい頃中学生ぐらい、中学生、あ中学生の時に1回あるかな、最後に来たのそんぐらいかも、ここ入ってからないかもしれない、お祭り浴衣着てくみたいな、はいで好きなのリンゴ、あリンゴ麺は絶対買って帰る、あれも好き、焼きそば地鶏とか、地鶏炭火焼きのやつとか、焼きそば好きなんだよね私、焼きそばでも焼きそば毎回買うわけじゃない、りんご飴は絶対買うけど、りんご飴は普通に買って帰ったりするその場で食べないで買って帰る、大変じゃん食べるのりんご飴ってめっちゃ普通で食べるの大変だから買って帰る持ち帰る
って帰って家で食べる。大きいの、大きいのもあるし、あれさ、食べてたらさ、飴の部分が溶けてさ、この赤い飴がさ、めっちゃ落ちてくんのよ。あれ、服ついたら落ちないし、大変なんだよね、食べるの。美味しいけど。だから家で食べる。好きなんだけどね。ドンキとかでも普通にリンゴ飴売って、マジで見たことないよ私。ドンキで売ってんのリンゴ飴、すごいな。祭り行きたい。屋台行きたい。全然花火とかより屋台。花火上がってる間とかに屋台行く。すっごくからその間時間。ね、屋台いいよね。行きたいなお祭り。でももうちょっと暖かくなりないとないか。屋台に行きたい。お祭りって屋台のなんか食べたい。焼きそば食べたい。あっ、ベビーカステラも好きだよ。美味しいよね。これどっちだっけ、開けたの。焼き美容液、あれどっち開けたっけ私。あ、こっちか、分かんなかった。あ、55分ありがとう。射的ってあんまなくない、あるのかな、そんなに見ない。あたりで何回かやったことあるけど。じゃあランキングを、13位からランキング見ます。13位アラカトルさん、ありがとうございます。12位ラスカールさん、ありがとうございます。11位タカフミアットマーク、おかえりなさいさん、ありがとうございます。次、10位ゆきひょうさん、ありがとうございます。9位プルルピョコポコさん、ありがとうございます。8位クープーさん、ありがとうございます。7位まぼろしさん、ありがとうございます。6位香港なるマットマーク、きょうかわしさん、ありがとうございます。5位バトニーさん、ありがとうございます。4位ジャクソンさん、ありがとうございます。3位ヒメルさん、ありがとうございます。次、2位マルさん、ありがとうございます。そして1位がフロマンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。下の配信も多分23時ぐらいでやるかな。23時台ですかね。明日届くかな、頼んだやつ。ちょっと見てみよう後で。9点のやつ何届く。なんかね、美容液とか頼んだんだよね。それは届く。美容液なくなっちゃってさ、使ってたやつがなんか違うの頼んでみた。いつもと違うやつ、なんかどうせだったら違うの頼もうかなーと思って。そう、9点の目代わり、この前やったやつ頼んだんだよね。
キュウテンなんか目通り気づいたらやってる気づいたらやってて気づいたら終わってるいつも。なんかたまたま開いたら目代わりやってて、あ頼むかと思って頼んだ気づいたらやってるどの期間にやってるとか知らない。そうなんか開いてみたらやってた、ラッキーだっただから頼んだあんま使わないから。いや多分普通はあれだよね、何月何日かするみたいなちゃんと把握して頼むんだろうけど、なんか開いたらたまたまやってた知らなかった、いつやるとかじゃあ明日も23時ぐらいですると思うんで、また明日の配信で。あと時計が見やすい、この時計、この針で動かないやつ秒数も出るし、確かいやこれずっとあるやつ、この時計電波だけ、あもう時間だ。じゃあありがとうございました、また明日の配信で。おやすみなさい、またね、バイバイ。おやすみ。